皆さん、こんにちは。年齢を重ねても人気が衰えないどころか、どこか異次元の風格さえ漂い始めている木村拓哉さん。2000年11月23日、突然結婚を発表して世の中を驚かせました。お相手の工藤静香さんとは交際報道はあったものの、ジャニーズのトップアイドルの結婚、おまけに妊娠4ヶ月という事実に日本中が衝撃を受けました。木村拓哉さんは1972年11月13日生まれ、東京都調布市の出身です。恋愛や結婚に厳しいジャニーズ事務所が所属タレントの結婚を公に認めざるを得なくなった大きな転機が木村拓哉さんの結婚と言われています。結婚を発表した時、木村拓哉さんは28歳でした。まさに視聴率男の異名を取る絶頂期にありました。木村拓哉さんと工藤静香さんの熱愛が発覚したのは1999年12月のことです。週刊誌などの記事によれば、2人の交際はその年の7月か8月頃から始まったということです。このようなビッグカップルはドラマでの共演がきっかけとなるのですが、実は木村拓哉さんと工藤静香さんはドラマでの共演はありません。ただスマップスマップの歌のコーナーで2人がキスをしようとハモって歌っている姿がチェックされています。また2人には共通の趣味であるサーフィンがありました。そのような事情もあって2人の距離がどんどん縮まっていったと考えられます。木村拓哉さんが結婚したのは2000年11月のことです。工藤静香さんは1970年4月生まれなので、当時は30歳ということになります。11月23日、コンサート会場だった埼玉スーパーアリーナで会見を行い、近く入籍することを発表しました。工藤静香さんはすでに妊娠4ヶ月で、プロポーズしたのが8月だったそうです。プロポーズと妊娠のどちらが先かは微妙なところですが、木村拓哉さん本人は授かり婚をやんわり否定していたようです。当時はまだまだ今ほど出来婚が社会に受け入れられているとは言えない時代で、出来婚という略語すらまだありませんでした。徐々に空気は変わってきてはいましたが、まだまだ順番間違えた、節操がないというように見られることも多かった時代です。この発表時はスマップがコンサートツアー中で、発表した直後に東京ドームでコンサートをやっています。ワイドショーなどで大々的に報じられることはもちろん、ニュース番組でも取り上げられるほどの大きな衝撃的なニュースでした。当時はニュース番組とワイドショーはきっちり分かれていて、ニュース番組で芸能人のスキャンダル的な話題が取り上げられることはめったにないことでした。キムタク、パパにの報道は衝撃でしたが、驚いたのは周囲だけではなかったようです。木村拓哉さん自身、妊娠については予想外の出来事だったようなのです。ここで浮上してくるのが工藤静香さんの計画妊娠説で、出どころ不明な説がさも本当であるかのようにささやかれました。以前から30歳までには結婚して子供を産みたいと語っていた工藤静香さんは、妊娠という既成事実を作り、結婚への道筋をつける計画を立てたのではないかという説です。これを裏付けるのが不妊治療報道でした。一部ではすでに6月には駿河の台日本大学病院に通院し、不妊治療を受けていたとされています。一方の木村拓哉さんはというと、子供のことは自然に任せようと話していたとのことで、おそらく不妊治療のことは知らされていなかったのでしょう。というように、ここまで大きな話に膨れ上がっていたのです。ビッグカップルの宿命というやつでしょうか。ただ工藤静香さんの妊娠にメリー北川さんは激怒したといいます。妊娠4ヶ月だったことが気に入らなかったようです。木村拓哉さんと工藤静香さんは2000年12月5日に入籍しました。ゴールインして結婚式を挙げたのですが、その結婚式の様子は全く報じられませんでした。そのため極秘結婚式だったのではないかとも言われていますが、結婚式は挙げていないようです。妊娠、出産、育児に続いて2003年には第二子が誕生していることから、結婚式を挙げる状況にはなかったと思われます。また授かり婚であったため、ファンやスポンサーなどへの配慮を理由に入籍だけで済ませた可能性もありそうです。木村拓哉さんは結婚指輪については、別に意味なんてないだろうから自分はしないという言葉を過去に残しています。しかし結婚指輪はあるようです。どうやらそれは
2冊目のフォトエッセイ集解放国の表紙で左手中指にしているスカルリングのようです。ファンの方々の反応はやはりショックを感じた人が多かったようです。熱愛の噂は以前からあり、種子島に5泊6日で堂々と旅行に行ったりしていたことも報じられていました。それでも結婚となると、しかも授かり婚となると、当時のファンは当然ショックを受けたことでしょう。当時の木村拓哉さんの人気は絶大という言葉が軽々しく聞こえてしまうほど凄まじいものがありました。当時出演したドラマヒーローは全話通して視聴率 30% を超え、平均視聴率は今でもフジテレビの連続ドラマ歴代1位です。結婚に多くのファンがショックを受けましたが、それでも結婚を肯定的に受け止めようとする人も多かったようです。人気絶頂でのジャニーズアイドルが授かり婚ですから、発表前には裏で相当揉めたのではないでしょうか。そこで人気が急落してもおかしくはなく、木村拓哉さん一人ではなく、SMAP 全体が人気を落としかねない事態だったとも言えます。きっと木村拓哉さん自身、相当な覚悟を持って事務所と交渉し発表に至ったのでしょう。そして心配をよそに、木村拓哉さんおよび SMAP の人気はこの衝撃的ニュースをもってしても衰えなかったのです。普通に考えて、アイドルが結婚して子供もいて、路線変更せずにトップアイドルで居続けるというのはありえない話です。逆に芸能生活がダメになるリスクを冒してまで木村拓哉さんがけじめをつけて真正面から責任を取ったという感じがあり、男としての株が上がった側面もありました。ちなみに工藤静香さんは結婚に際して、自分だけの人生ではなくなるという覚悟、他人と生活を共にするということは自分を第一に優先するのではなくなることという覚悟を決めて臨んだのだそうです。2001年に長女のココミさん、2003年には次女のみつきさんが生まれています。木村拓哉さんと工藤静香さんの娘の名前が公開されるや否や、ココミという名前をつける方が続出し、さらに心がつく名前をつける人もたくさん増えました。その後しばらく家族のことは語らなかった木村拓哉さんですが、次女のこうきさんが芸能界デビューすると同時にオープンとなりました。今では長女も CO コムアイとして芸能界デビューし、家族全員が公の存在となりました。そんなお二人の間に3人目の子供の存在が噂されています。そしてその子供がダウン症なのではないのかと言われているんです。そもそもダウン症というのは、人間が持つ染色体の数に異常が起こることによって精神発達や体の発達に支障をきたしてしまうという先天的な病気だと言われており、母親の出産年齢が高いほどリスクも高いと言われています。木村拓哉さんの長女か次女のどちらかがダウン症ではないのかという噂も過去には流れましたが、二人とも至って健康に成長していらっしゃいますよね。そして今回、いるかいないのかさえはっきりしていない3人目の子供がダウン症だという噂が流れているのです。なぜそんな噂が流れているのかというと、静岡県にある自閉症やダウン症の専門医が多数在籍している子ども病院で、木村拓哉さんと工藤静香さん夫婦を目撃したという情報や、静岡県に別荘を買ったのではないのかと言われているからだそうです。またまだ子供は生まれていないが、これから出産する場合、工藤静香さんの年齢を考えたら子供がダウン症になるリスクが高いのではないかという話から、変な方向に噂の火がついたのではないのかとも言われているそうです。どちらにせよ、余計なお世話な噂に過ぎません。ファッション雑誌エリージャポン7月号表紙で鮮烈なデビューしたこうきさん、本来の読み方はみつきさんですが、おそらく光を音読みに変えたのでしょう。モデルと同時に作曲家としてもすでに活躍中です。お母さんの工藤静香さんや中島美嘉さん、三浦大知さんといった名だたるアーティストに楽曲提供しています。今では次女のこうきさんもデビューされ、家族の様子がオープンになってきましたから、家族を隠れて追いかける報道も減ってきていることでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。